今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様です。ちょっと前髪がもう久しぶりだな、メイクしないの。なんかこんばんは。いや今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様です。久しぶりだね、配信。なんか普通の配信が久しぶりのような感じがする。今日は5月4日届いた？早ない？届いたんだ。本当？よかった。そうなんですよ。ちょっと知らない方もいらっしゃると思うんですけど、先月末にスマホがね壊れちゃいまして、急に壊れちゃって、本当に何も触れなくなっちゃったので、まあ私 iPad があったからまだなんとかなったんだけど、 LINE とかね。でも基本的ななんていうの、データとかを全部イレブンの方に入れてたので、そう、ツイッターとかもログインがあれだからあれでやってたんです。ずっと iPad のウェブからやってたんですけど、そう、メールも送れるようになりました。まだね、ちなみに携帯はまだ治る段階でもないのでまだ多分携帯保管されてるだけ。明日まで休みだから、うん、うん、メールの返信も読めるよ。メールの返信も読める。よかった、届いた。そうだからね、また登録し直してさ、いつも使ってるアプリとか入れて iPhone8 の方で、うん、ギフトもありがとうございます。そう、家派って書いとかなきゃね。メールめっちゃ久々。そうなんだよ、よかった。そうだから今私はゴールデンウィークスマホなし生活なの。だから本当にスマホ依存症、今時の子供たちってみんなスマホ依存症だと思うんだけど、それがね治りましたね。マジで見ない、本当にマジで LINE も iPad の方わざわざこうやって開くのもめんどくさいから、そう全然見ない。返信遅いです、今みんな。そうプロセカも今あんまりやってない。あのログインは入ってるけど、そうこっちのスマホほんと負担かけたくなくて、今配信してるんだけどさ、そうこっちのスマホ壊れたら本当にそれこそやばいんですよ。
だから今はもう動きとかも最小限にしてる。配信はねやるけどさ、そう8マジで大事に扱ってる。まあ iPad Air ももうそろそろ多分 2年まだか1年半ぐらいかな。このそうマジでさ、端末が複数あってほんとよかった。なかったら本当に大変だった。でもスマホは便利ですけどね、依存症になるとあれめんどくさいですね。うん、まあ11を今修理で出してるのは、今そのメインで使ってるのを修理で出しているのは、別に新しい機種とか新しい端末に交換するっていうのは全然考えてて、ただ何が一番嫌かって写真のデータが消えてしまうのが一番嫌なんですよ。だからそれをどうにかしたくて今修理に出してるって感じ。だから帰ってくるのは早くてもまあ7日とかかな、早くてもね、遅かったら中旬になると思う。ギフトありがとう。そう別に端末はもうねいいのよ。 TikTok の下書きがあるけどTikTok の下書きってアカウント別じゃなくて端末別だから、今まで私 TikTok いつ出そう、これはいつだ、いつこれはこの日に出すよ、この日というかこの時期に出すように撮っておこうって撮ってあるものがいくつかあるんだけど、それがパーになるぐらいTikTok の下書きが消えちゃう。でも写真の方が大事だしね。そうだからまあその辺かな、困ることといえば。まあ容量もパンクしてたからなっていうのが大きな、まあ、処理落ちみたいなもんだったよまあそんな感じで携帯は今もまだ取ってきてない状態で、まあ、でもメールは送れたから。だからインスタはね入れないインスタはね入れないですよね。なんかサーヤがサーヤギターのイベント、あサーヤギイベントじゃない、サーヤギターのバンド、サーヤバンドのなんか載せてたらしいんだけどストーリーに、私はそれすら見れてないから。おもろいでしょあれまあでもねちょっととりあえず怒涛のゴールデンウィーク前半戦が終わって、あとはもうゴールデンウィークは来週ぐらいまで少し暇なんですよ。だから今日もゆっくり休んだんだけどさスマホもないのにスマホもないのにゆっくり休んだんだけど、まあ昨日とかさアイドルってなんだのね深夜の配信見てくださ、生放送見てくださった方ありがとうございます。それも昨日の配信は人いっぱいいたからあんまりちゃんと言えなかったけどね。そうそっからずっと3時間ぐらい寝て、あとはその後から朝からリハで昼夜公演だったので、昨日夜配信しようかとも思ったんだけどだいぶ体が疲れてたのでね寝させてもらいました。で今そう今日ももうお風呂入って、はいそんな感じでね、ずっとその1日5月1日に公演があってね、結構短いスパンでの公演だったからなおさら体力的には昨日の夜公演結構ふらついてたんだよね。私なんか全然元気だったし眠くもなかったんだけど、多分体が結構もう限界を迎えてたっぽくて、ちょっとねいろんなところでフラフラしてた、フラッ
足がね、足が持ってないの、足がねしっかり立ってくれなかったんだよね。そうそうそう、まあでもねそんなに辛くもなく楽しかったですけどね、ずっと。だからね、ゴールデンウィークみんなが楽しんでもらえてたら何より、ありがとう。そうだね、あとそうショールームもさ、ゴールデンウィークのイベントが何日までだったっけ、そう家派のイベント、家派のイベントとか、私が家派ですって書いてあるイベントもさ、そう決まってるじゃない、時期が。のくせにメール送れてなかったからさ今日までその話できてないからさ、援軍も呼べてないっていう。8日までか、あと4日間ぐらい頑張るわ、たくさん配信できるように頑張ります。ありがとう、無理はせずとも。そう、ゲーム部の野望をね知ってる方は知ってる。ね、せっかくだから、あとゴールデンウィークの後半は配信たくさんやれたらなって思ってるんだけど、結構公演があったりしてさ、あれなんだよね、合間を縫ってやるしかないんだよね。今日もミュウのラジオがあったりしたから、一応あれ30分までらしいけどね。ね、明日もなんかどうやらなんだっけ、カメラ部とキャンプ部みたいなやつだっけ、あれがやるらしいね。すごい初めての試みだよね、人入れてイベント、トークイベントみたいなやつやるの。どんな感じなんだろう。今日からチャレンジに追加の無料ギフトがもらえるだって、みんな忘れないでね。ラジオだいたい1時間やって、そうなんだよ、なんか延長できるんだってラジオだから、その延長チケットみたいなの使うと1時間ぐらいできるから、多分どうせみゆはまた11時までやるだろうなと思ってだから11時からでした。ね、今日から落語も始まったし、チカナがね、今日はチカナで、明日はカホが初日だったと思うけど、2日間だったっけな、応援してる。756日ありがとうございますね。ゴールデンウィークだからもう終わろうとしてるわけだけれど、とはいえ私にとってゴールデンウィークは土日が末なんだよね。だから3,4,5が祝日で、2と6は普通の平日なんだけど、今年
でも2と6にこう有給とか使って休み入れたらだいぶ長いゴールデンウィークなんだよね今年って。確かそう、今年は最大が長い日とはいえね、どうせ休めない人もいるだろう。うん、私も別にあんまり変わら何関係ないじゃない、ゴールデンウィークだから休めるとかそういうわけじゃないから。むしろ外人多すぎるらしくて、そうなんか昨日公演だったんだけど、ラブラめっちゃ人いるっつって、バンダイめっちゃ人いるって言ってて、もう絶対外出ないと思ってる、絶対家に引きこもる、やだもん人いっぱいいるの、だから家派です。なんか私あんまりその休みが何だろう、日付とかにこだわらないというか、んこだわらないっていうか関わりがない、あんまり曜日によって変わったりするわけじゃないから、だからなおさらそうなんだけどさ、むしろ平日にディズニーとか行けちゃうタイプだからさ、仕事の内容的にはさ、そうね、よくあるでしょ、完売になってないタイミングで行けるのよ、わざわざ人が多い時に行かなくていいっていう、そういうメリットはありますよね。まあ本当に忙しい芸能人はさ、もうそんな余裕ないっていう、もう体休ませなきゃみたいなあると思うけど、人混みあんまり得意じゃないな、あんまり不得意ってほど挑戦もしてないけどね、人混みの中に行くの、なんでかって言ったら、なんかいろんなものが目に入ってくるから嫌なんだよね人混みって。なった。そう、なんかなんだろう、なんて言ったらいいかな、人混み、本当の人混みって例えば満員電車とかだったらさ、こうぎゅうぎゅうになるじゃない、で身動き取れないじゃん、身動き取れないのだけでも私は普通に得意ではないんだけど、ん、家は20万超えた、え、すごい、本当だ、え、なんでこんなホコリ舞うの、私の手からホコリ出てくるんだけど、嘘でしょ、なんで、すごーい、なんでこの、待って、ホコリなんで出てくるの、私の手からホコリが生成されてる、なんでなんか綿出てくるんだけど、なあ、え、ありがとう、マッシーにもおごるわ、カホにもおごるわ。あのよくね、言ってるからね。マッシーが好きだから。そう、あのごちゃのたびにね、マネージャーさんが私も、え、ありがとう、嬉しい、感謝、すごい、すごいね、20万ポイント早っ、素晴らしい、すごい。ねえ、ギフトもありがとう、無料ギフトも投げてくださってる方たくさんいるのかな、感覚的にはそんな気もするんだけど、ありがとう。
めちゃくちゃ嬉しい。そういうことだよね。ありがとう。もちろん有料のギフト投げてくださってる方ももちろんありがとうね。嬉しいな。たくさんの方が配信見てくださってるのかな。こんな配信でいいんか。もっとなんか配信もっとなんかちゃんと考えればいいなって毎回思ってるんだけど、私昔に比べてフリートーク、一人のフリートークがすごい何の苦もなくできるようになってしまって、もちろん体調とか気分にもよるんだけど、なんかノリノリの時私本当にもうエンドレスでずっと喋り続けられちゃうのね。みんなのコメントをちょくちょく拾いながらさ。だから昔みたいにもっとこうなんていうの、もっとね歌ったりとかもしたいんだけどさ、なんかね気づいたらもうね日付変わるんだよね気づいたら日付変わろうとしてて、そうさあすまないね。もちろんねその時のなんだろうその時疲れてたりしたらもうなんか頭動かなかったりするんだけどね。初見さんもありがとう。そう話題はね尽きないの私。みんなのコメントからこういろんな、なんていうのかな、チャート、なんていうの、いろんなこう脱線というか枝をね拾ってくるのよ。だから何も苦じゃなくね喋れちゃうんだよね。そう、まあ企画は企画で面白いんだけど、企画だとさラストがあるじゃない。1時間の企画っつって企画例えばやって冒頭あって、企画の入りの説明があって、企画実際にやりました、終わりました、それではじゃあっていう方が綺麗なんだよね企画の配信って。そっから先に一旦その話題が収まった後別の話題をダラダラと続けるのがあんまり好きじゃなくて、そうそうそう。だから私も話題転換の時はなんだろう、こう自然にこうなんていうのかな、いろんな小枝を拾ってくる方が好き。そうコメントもたくさんしてくださってるけど、あの拾いやすいコメントとか、なんだろう、広げやすいコメントとかがあったりするのよね。そうなのよ。でもね私知ってる、なんかコメントも私が話してる話題に対してコメントしやすいコメントとかもあるんだよね。みんながコメントしやすい話みたいな。だいたいね食べ物の話は誰でも話し、誰でもコメントできるんだよね。みんな共通の話題だからね。逆に言うと共通じゃない話題はやっぱりコメントは少ない。何人かしか知らない話とかね。うん。そうコメント拾っていても流れに違和感がないから楽しい。ありがとう。変なコメント読みしちゃった。もっと丁寧に拾えばよかった。違う、そうなのよ。なんかさコメントしてくださってる時になんか今話してるのと全く違うコメントってめちゃくちゃ拾いづらくて。そうなの。そう、それにだからね広げやすい。だからご飯の話してる時に急に服の話しだすみたいな、なんかそれだとまだちょっとなんかつながりができそうだけど、なんつったらいいかな、全然違う話。なんかもう歌の話してる時にそうご飯の話とかし始めたらなんか
ってなったら歌の話でご飯の話もし話したいなってなったら、いや歌うときはいつも私歌う前にこういうもの食べるんですよね、喉が潤わせてくれるのでこういうもの食べるんですよねっつって、皆さん好きですか？そう、いや分かる、あれもいいよねっていう風に話を広げたりする。例えばだけどね、今歌の話からご飯の話に移動するには一回そういう、こう仲介を結んでからこう終わっていく、一回分こうね、こうチュンチュンつって、例えばだけど、そういうのも意識したりはする。うん、くしゃみが出ました。ハウスダストです。まああとはもうなんか、そういえばさってもう始める時もあるけどね。プロセカの話とかよくそうやる、話したくなるからね。もう、あ、もう今話したいわ、思い出して今話したいわって時はそうやってやったりする。ちなみにはるかちゃんの限定は70回ぐらい回したけど出てくれませんでした、悲しい。うん、でも最近でもちゃんとオタクやってるな私。うん、楽しんでる。そう、私結構コンテンツに推しができないんだよね。これ知ってる、知ってるというか、これあるある、なんだろう、気持ちが分かる人もいると思うんだけど、なんかアニメでも漫画でもゲームでも、なんだろう、まあそうだな、アイドルグループはまだちょっと私はめちゃくちゃ詳しいわけじゃないからそんなに違うんだけど、結構そのそれぞれの、なんだろうな、こうオタク、アニメオタク、アニメオタクが一番わかりやすいな、アニメオタクの形っていろいろあってさ、こうなんだろう、このキャラが好きっていうファンの方、ファンっていうかアニオタいるじゃないですか。私もアニオタみたいなもんなんで、アニオタって言いましたけど、このキャラが好きっていう人もいるじゃないね、じゃなくてこの作品が好きで、このなんか物語が好きっていう人もいれば、この物語を二次創作するのが好きっていう人もいるじゃない。絵を描いたりとか、こうファンメイドの物語描いたりとか、なんかそういう二次創作するのが好きっていう人もいれば、なんかキャラクターも全員魅力的で好きみたいな、なんかいろいろなタイプのアニオタがいると思うんですけど、私その中だと、まあ、どっちかというと物語が好き、作品自体が好きで、全員好き、みんな魅力的だよねっていうタイプなんですよ私。だいたいいろんなものこれで、プロセカもそうだし物語シリーズもこれに当てはまるの。物語が好きだし、ゲーム性が好きだし、キャラクターもみんな魅力的で好きなんだよねっていう。これがただ物語が好きなだけだったらガチャこんなに回してないんだけどでもキャラクター全員が箱推しで好きみたいな。ただ私も今までの人生の中でいろんな作品とかゲーム作品とかある中で、こいつマジ好きみたいなのがいるんですけど、たまにね、ごく稀にいて、だから分かりやすいので言うと、相方の東堂ゆりか様は好きなの。好きってなるの。さっき言ったこのキャラが推しなんですよね、わかりますか、推しなんですけどってなるやつ。そもそもアイカツの物語自体も好きなんだけど、アイカツの物語以上にゆりか様が好きなタイプなんです。アイカツは、アイカツ自体も好きだし、ゲームもやってたし、うん、他のキャラクターも好きなんだけど、ゆりか様が一番好きなんです。そう、本当にたまにツイッターで東堂ゆりかハッシュタグで調べますからね、パブリックサーチ。うん、なんか
ば25好きっていう話したじゃない、プロセカの25時ナイトコードで好きなんだけど、じゃあそのプロセカのそもそものプロジェクト世界よりも25が好きかって言われたらそうじゃないのよ。プロジェクト世界のが前提にあって25時ナイトコードでが一番まあ好きだな、推しとしてグッズとかも集めたくなるぐらい好きだなっていうですよ。そう、でもアイカツはそれが逆で、もう東堂ゆりかが好きだからアイカツも好きみたいな、なんつったらいいかな、とにかく東堂ゆりかファーストなんです。東堂ゆりか様が出てる話数があったら、え、何それ調べるんだけどって、最近ね、なんか昔のキャラクターもみんなが出てるやつがあったんですけど、そう、私はね、そう、なんかあくまで別に本編というかそもそものアニメをないがしろにしてるわけじゃないんだけど、もうゆりか様が好きっていう、どっちかというとそっちの方が強いんだよね。うん、あ、声優さんで選ぶのに似てるかも。確かに誰々さんがやってるからこのアニメ見てみてこのキャラやっぱいいなって思ったとかさ、確かにちょっと似てるかもね。うん、アイカツはね初期から見てた、多分3話ぐらいかな、3話目ぐらい、妹かな、妹が最近、妹かママか忘れちゃったんだけど、家族が最近流行ってるというか最近始まったこのアイドルのアニメがあるよって言って見て面白いと思って見始めたのがきっかけだったかな。だからアイカツは、あ、でも1話から見たっけ、覚えてないな、1話から見たかもしれない、あ、もう土初期から、そうそう、ゆりか様がそもそも、あのゆりか様って追加戦士みたいなもんで、プリキュアのね、あの途中から出てきたのよ。何ヶ月後だっけな、うん、わかんないけどだいぶ後なんだよね出てきたの。まず最初に乙女ちゃんが出てきたから、乙女ちゃんゆりかちゃんっていう流れで出てきてるから、だからね、多分ね10話目ぐらいだと思うんだよね、12とか多分、そう12話と、もっと後かな、わかんないな、ちょっとそれも覚えてないけど、だいぶ後からなんですよ参戦が。でそれまでもちゃんと見てたの、アイドルがそもそも好きだったからね。でゆりか様出てきて、なんで好きになったんだっけなんで好きになったんだっけな、きっかけも覚えてないぐらいいつの間にか好きになってたけどね。でもああいうキャラ好きなんですよね。ゆりか様してる時、ゆりか様してる時が好き私。まあゆりかちゃんの時も好きだけど、ゆりか様してる時の方が好き。多分もともとああいう格好が好きだったの、ゴスロリのね、ああいう格好が好きで、だからそれもあって好きなんだけど、あの私みんなにあんまり好きって安売りしないんだ、あんまり言いたくないんだよねって言ってるくせに、ゆりか様のこと言うたびに好きなんだよねってずっと言ってるわそう、いやでもね好きなんですよゆりか様が。そう、なんでなんだろう第一印象、ゆりか様って一番最初どうやって出てきたっけな、ちょっと待って思い出すわ。あ、ゆりか様が出てきたのって確か2話連続か、1話開けて3話の1、2、1、3のつながりかは覚えてないけど、1話目はいちごちゃんがロックフェスみたいなのにオーディションに参加するって、そういう話だったんです。ゆりか様の初登場、覚え出した、すごい、聞いてみんな。いちごちゃんがそのアイドルになりたての星宮いちごが主人公ね、
主人公がロックフェスに出るっつって、ロリゴシックの、ロリゴシックっていうゆりか様が普段着ている服のイベントにオーディションやってみるって言い出したの。でもそのロリゴシックのフェスのイベントは、いやでもやっぱり東堂ゆりか様が、東堂ゆりか様が合格するんじゃないって周りが言い出すのね。でゆりか様に、そうだっけ、いやそうだよね。でゆりか様に負けないようにいちごちゃんがキャラクターをいろいろ作るんだよね。え、一番最初、そうそう、深夜徘徊してるところからスタートだったような気もしなくもないんだけど、でなんかその星宮いちごが、あの対戦相手である東堂ゆりか様に話しかけに行くの。ねえねえゆりかちゃんって。そしたらゆりか様、気安く声をかけないでって、私はなんだっけ、ドラクエ伯爵の末裔東堂ゆりかなんだから話しかけないでみたいな言うのよね。ふんっつって、縦ロールツインふんって言って、そうで、ゆりかちゃんかーかっこいいみたいな、なんか言うんだけど、確かそんなことで、乙女ちゃんが一緒にいて、でランとランちゃんと葵ちゃんも、これは穏やかじゃないとか言って、なんかこう柱から覗いてるみたいな、確かそういうシーンがあったんですけど、わ覚えてんなー、すげー。で、あのいちごちゃんがいろんなキャラクターになろうと思って、どうかな、ゾンビ花嫁みたいな、ゾンビ花嫁だったか、ウェディングゾンビだったか忘れちゃったけど、まあ、いろんなキャラクターを作るんだけど、そうで私覚えてるわ、ローマは一日に、ローマは一日にしてならず、キャラも一日にしてならずだっていうランちゃんのセリフがあって、そういちごちゃんがいろんなキャラを作るんだけど、でもやっぱり違うなってなるの、いちごちゃんが。うん、でなんだっけな、なんでか忘れちゃったけど、結局いや私は私らしく行こうっつって、いちごちゃんが普段着ているブランドのお洋服を着てゆりかちゃんと対戦して、まあ、ゆりかちゃんが勝つんだけどね、その話数はその回は結局いちごちゃんとゆりかちゃんがロックフェスに出るのに戦って、結局ゆりかちゃんが勝つんだけど、あ、東堂ゆりかちゃんすごいなみたいになるっていう、それが確か東堂ゆりかの一番最初に出てきた話数で、その次の回だと思うんだけど、その東堂ゆりかの本性が暴かれるのが次の回だった気がするんだけど、忘れました、次の回だったか、その次の回だったかは覚えてないんだけど、なんか流れで言うと、火事が起きて、寮で、アイドルの寮で火事が起きて、煙を見つけたいちごちゃんが駆けつけたら、東堂ゆりか様の部屋から、部屋が火事で起きて、なんでかって言ったら、なんかキャンドルを焚いてたみたいな、 SNS に載せるようにキャンドルを焚いてたんです。でその中から出てきたゆりかちゃんが髪もストレートで下ろした状態でメガネをかけてて、ですごいいつものあのツンツンしたキャラじゃなくて、そうごめんなさいっつって、すごいなんかなんだろう、おしとやかな、弱い子というか、影のあるというか、なんか人見知りっぽい子、そうギャップなんですよね。そうでなんか、そういうなんていうの、裏表のあるギャップのあるゆりか様がバレるのがその回なんだけど、覚えてるのはね、いちごちゃんが駆けつけるじゃん、
大丈夫って、あ、傘が、あの傘がないと吸血鬼からがっつって、大事な傘なんでね、持ってくるねっつって、いちごちゃんが中に入って、でお前ら何やってんだって先生が駆けつけて、教務員かな、シューッつってシューッって火を消すシーンがあります。はい、でもう1話、ゆりかちゃん、ゆりか様の大事な輪があって、プレミアムカードをゲットするための話なんですけど、そのドリゴシックっていうブランドの、まあ、プレミアムカードっていうのはなんか直々にデザイナーがデザインするカードみたいな、そうそうそう、そういうのがあって、その流れがゆりか様が、そのメガネゆりか様が週刊誌というか世間にバレちゃうんですよ、ゴシップで。ゆりか様のそのメガネ姿と髪の毛下ろしたオフの姿が、ちょっと待って、ごめん、メガネつけたオフの姿をして病院に行ったので、その病院に行ってるところがたまたま撮られちゃって、それで拡散されたのね。ですごいゆりか様のファンの人は落胆してるんだけど、それでも乗り越えようとして、ロリゴシックのプレミアムカードをゲットして、確か乗り越えて、で最後のセリフがなんか、あのゆりか様の姿は何千年に一度の姿なんだから、見れたあなたたちはラッキーなんだからねみたいな、そうって言って終わる。確かちょっと端折ったけど、そんぐらいだった気がするな。そう、何千年に一度のゆりか様の姿みたいな、何千人、何百年、何十万、何十年だったかは覚えてないけど、そう覚えてますね。そういうそんなところがありました。ゆりか様のメインストーリーだと多分その辺の3つぐらいだと思うけど、多分私別に1回ずつぐらいしか見てないんだけど覚えてましたね。うん、なんか他にもゆりか様が確かメインで活躍する話ってあったと思うんだけど、調べてみようかな。なんかざっと成長ストーリー的にはそんな感じだった気がする。ジオスーアよ、かわいいわ。そうそうそう、多分1回2回ぐらいしか見てないと思うんだけどね、ゆりかさん。でもゆりか様が出てくるたびに胸がドキドキする、そんぐらい好き。めっちゃだからね、好きなんですよね。どうどうゆりかストーリーとかで調べようかな。当時からねめっちゃ好きだったんだよね、推し、マジでマジ推し。あったあった、いっぱい出てきた。そう、吸血鬼キャラをめちゃくちゃ徹底するんですよね。全部言えるわ多分。ちょっとでも今、あ、第20話ではロリゴシックのロックフェスへの出演直前、自室でニンニクラーメンを食べてるところや、風邪で素の姿のまま病院に行ってるところを週刊誌にすっぱ抜かれてしまい、吸血鬼キャラであることとアイドルであることの自信を一時的に失ってしまう。それでも自分を慕ってくれるファンの存在と仲間たちの励ましに元気づけられ、プレミアムコーデを手に入れるべく、いちごちと共にルリゴシックのトップデザイナー夢小路真也の住む、幽霊屋敷に挑む。誰よりもロリゴシックにふさわしいアイドルになってみせると短歌を切り、週刊誌を暖炉で燃やす行為も含めて認められ、プレミアムレアカードゴスマジックコーデを渡された。この後開催されたフェスにて新たなコーデに身を包み、ライブで披露したのがゴゾニガラストーンである。なおね。
あとね、ゆりか様のね、いや、にんにくラーメン好きなんですよ。吸血鬼キャラなのに可愛いですよね。ゆりか様のね、ひのゆりか様と身長一緒だ。158センチ。ゆりか様と身長一緒だった。天才。でもね、嫌いな食べ物がね、高級メロンなど高いもの、高いねものが苦手なんです。そこ違う。あと水泳が特技なのも違うんだよね。本当に。あ、違うわ。19話から出てて、あ、今言ったあの火事の流れがそもそも多分一番最初に出てるやつだ。今、あ、そうだ、多分そうだわ。そのいちごちゃんのキャラクター云々の話は多分ね、ゆりか様が一番最初に出てきた話と一緒だ。あ、で全部あるわ。普段は吸血鬼キャラに伴ってタカピシャでクールな態度で振る舞っているが、素はとてもおとなしく素直な性格と地味めな見た目の女の子。当初は星宮いちごに対しても吸血鬼キャラでツッケンドに接していたが、さっきのね、気安け声をかけないでってやつね。寮の自室でツイート編集中に食材を倒してぼや騒ぎが起きた際、彼女に愛用の日傘を ひもとから救い出してもらったことがきっかけで仲良くなり、素顔を見せるようになったっていうのがそもそもの19話で、次の話数でそもそもバレるんだ。20話で、あ、じゃあ21話でバレてる。あれ、じゃあ合ってる、あれ、ちょっと分かんねえわ、別かもしれない、別かもしれないわ。でその後は神崎瑞希の新ユニットの一人なんだよね、トライスター。そうで、アイカツのね、今までのキャラクターの今までのキャラクターのこう、人気投票があるんだけど、それアイカツエイトって言って、今までのキャラクターから8人選ばれるのね。それに毎年入ってるの。すごくない？もう終わってるんだよ、もう終わってるのにずっとね、それがねあるのさ、ずっとね。そう、ずっとランクインしてるんだよね。すごいですよね。あった、何話だっけな。あった、ゆりか。待って、すげーめっちゃ覚えて、で叫んじゃいましたけど、すいません。19話と20話だったわ。あ、思い出した。ある月夜に一人佇む美少女とうとうゆりか。そこへ偶然通りがかったいちごに、ゆりかは怪しい笑みを浮かべ、怖がらなくても大丈夫と迫る。予想外の行動にいちごは驚き動けない。だがなぜかゆりかはいちごの銀のネックレスを見た途端一目散に逃げ去ってしまう。この少女は一体何者？がオープニングまでの話だった。すごないっすか。あの、それまでがオープニングの話だった。私さ、一番最初は確かいちごちゃんが深夜の徘徊に出会うところって言ったけど、合ってました。素晴らしい、すごいですね。で、もっと自分を高めるために、あ、そうだ、
第20話でヴァンパイアスキャンダル、あ、月夜のあの子は秘密の香りっていうのやつだったわ。あー覚えてる。2話、やっぱ2話だったね、ゆりか様のメインのやつ。でもそっから先はね、ゆりか様はあんまり出てこないんだよね。なんか普段か普通に出てくるんだけど、その日常キャラの一人というか、あとはもうそのいちごちゃんとか他のキャラクターが、とりあえず他のキャラクターが一通り出揃って、でソレイユが組んだりとかするから、でトライスターでしょ、でトライスターの中にゆりか様はいるけど、でゆりか様は一回落ちた、その一回落ちたオーディションで、なんだろう、代役としてその後受かるんだよね。またあれさ、第2期になったらね、一回ね、あのいちごちゃんがその今まで話した話、第1期の1クール目はいちごちゃんが高校じゃないわ、中学1年生の時にそのいろんなキャラクターと出会うんだけど、あ中2だっけ、あ中2か、中2かも、ごめん、中2だった気がする、中2だ、中2、ごめん、中2で編入したんだった、中2で編入して、確かね、中2で編入して、あれ違うな、あれ違うな、中1か、あれわかんない、中1かで中3で帰ってくるのか、あ中3で帰ってくるんだ、中1で1クール目で、中2の1年間はアメリカに留学するの、いちごちゃんが。で中3で帰ってきたら、そのスターライト学園に帰ってくるんだけど、もう一つドリームアカデミーっていう学校が出来上がってて、その別の学校の人たちと共にまたこう切磋琢磨していくっていう様子が2クール目なの。だからその2クール目はあんまりなんつったらいいかな、そっちのキャラクターの方がフォーカスされてるからあんまり出てこないんだけど、ゆりか様がね、その中でも一個いい話があって、そう、それはね、そう1話ゆりか様がメインのやつがあったんだけど、でもそう新しいあれだ、そうそうそう、新しいプレミアムドレスの時の永遠の灯火の時の衣装をゲットするやつはゆりか様のやつだったけど、あれなんだっけな、どんなお話だったっけ、あでもアイカツエイトにもなってるんだよ、ゆりか様本編の方の。ゆりか様はねとってもね人気なんですね、めちゃくちゃ。そう、憧れは永遠にってやつ、この前ね私それは見たんだよね、なんか YouTube にね、なんか公式で上がってたんだよ、そう、なんかの企画でね、だからね見たりしたんだけど、そうそうそう、たまに投稿されるやつ、どんな話だっけな、ゆりか様が CM に出てるって話なんだけど、マジかわいい、本当にかわいい、なんかファンの女の子、ちっちゃい女の子に素の姿を見せて勇気づけるっていう話なんだよね確か。永遠
の灯しみの初披露のステージがね。まあっていう話でした。すいません、ちょっと気になっちゃったから調べたけど、ゆりか様が好きなんですっていう話だからね。そうなんでこの話になったんだっけ覚えてない。まあそう、推しがね、推しよりもコンテンツの全体のコンテンツが好きなんだよねっていう話でした。うん、初音ミクちゃんとかもさ、なんかこれが好きというよりは初音ミクという概念が好きみたいなとこあるからさ、あんまりこうグッズとかも集めたりしないんだよね。ニーゴはなんとなくグッズ欲発散するためにそう結構買ってたりするけど、可愛いからね。そうそうそう、そんな感じでした。いや本当は今日もっとあれなんか歌ったりもしようかなって思ったけど、もうこんな時間でした。ありがとう、ギフトもありがとうね。すごい、20万達成ありがとうございます。また明日も配信させていただきます。それでは男女呼びます。13位ベロさん、12位クルルさん、11位ゲンゴロウさん、10位ゆかおしじいさん、9位トットさん、8位東吾さん、7位こたつ猫さん、6位しんいちさん、5位突破球さん、4位新潟カズさん、3位鋼のギュスターブさん、2位ひよりげたさん、1位ひろしさん、ありがとう。ということで、また明日、じゃあ明日で告知するね。配信あのメールもできるようになったし、よろしくお願いします。ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。それでは皆さん、また明日、おやすみ村、バイバーイ。